イートザロックは滋賀県で開催されている野外音楽イベントである2012年より開催初年度より入場無料屋根付きの多目的グラウンドであるドラゴンハットの半分をステージエリアとしメインの2ステージが設置されている残り半分はフードコート及び物販エリアとして使用しているフードコート側にはブルーシートが敷かれテーブルや 椅子も用意されている。ドラゴンハット街には芝生エリアもあり、シートを敷くことも可能。MC はそこ。9月1日に開催。8月24日に開催。8月10日に開催を予定していたが、台風のため中止となった。当日は地元バンドのスカフリークスが出演可能なバンドを集め、長浜市の風の街ホールにて代替イベントを開催した。 大体イベントた当日出演予定バンド8月9日に開催。当日の天候は晴れ。8月8日には初めて前夜祭りを開催した。前夜祭り当日8月6日に開催。当日の天候は晴れ。9月23日に開催。当日の天候は晴れ。8月11日に開催。当日の天候は晴れ。8月,日日8月10日に開催予定。 ありがとうございます。